お疲れ様です。10月になりましたね。まあ、吉谷さんに前回の動画で言われてパッと気づいたんですけども、10年前は麻雀店の親父というね、私もね。そういう風に振り返ってみると、今私のね、FX の弟子をこうやってつぶさに見てるとね、4年前は中小企業の単なる社員っていう、まあ、当時38歳のね、女性も、今40代を迎えて、専業の FX トレーダーですよ。4年目で。もうすぐ5年になるのかな。まあ、最高年収2800万ね。その、勤め人として稼いでいた時のもう比じゃないぐらい、年間の売り上げがバーンと立ち上がったというね。すごいですね。やっぱりね。まあ、人生が変わる時ってこういう風な感じなんでしょうね、きっと。私も、麻雀店の親父からアフィリエーターとしてね、過ごした最初の3年間で、まあお金の扱い方だいぶ変わりましたね。桁が違うっていうかね、本当に桁が1桁とか2桁変わりましたんでね。もっと言うと私はマイナス収益だったんで、麻雀店は。もうなんか何桁変わったんだみたいな感じですよ。毎月マイナス100万が、毎月プラス100万みたいに変わったっていう、どう何桁だみたいな感じですよね。で、今こうやって FX オリアリティを1年とちょっとやってきて、1年間やってきた人の実績を見るわけですよ。まあそうするとね、まあ、70超えて、初めて FX 始めて、200万円、利益出ましたとかね。会社員しながら、まあ55歳、ね。プラスで、150万の副収入ですとかね。で、最近は、ヘルパーをされてる方がね、ヘルパーですよ。33歳のヘルパー。ヘルパー介護士4年目。ね。もう、収入がすごく、ペラペラの中、FX をやって、1年間、なんとか歯を食いしばってやったら、ついに、9月の締めで10万円いきました。ね。利益10万円ですよ。ね。これもすごいじゃないですか。だってね、ヘルパー4年やって給料ずっと上がらないんですよ。14万円台ですよ。15万弱ね。ずっとですよ。4年間やってこれ。FX は1年間やって10万。並んできたわけですよね。たった1年間で。ヘルパーになる前も、ヘルパーの試験受けたし、研修も受けました。ね、同じように、その記憶が新しいんでしょうね。FX の研修受けました。資格はありませんけれどもね。まあでも、やりとりをものすごく細かく繰り返して、一歩一歩力をつけてね。おそらくこの人も、こういうふうに、数年間経ったら言われるんじゃないですか。元ヘルパー、月収100万 FX トレーダーね。あり得るわけですよ。今は、こうだけども、でも、みたいなね。新しい人生ですね。それじゃあ吉谷さん、今日はね、私キックボクシングの試合に東京に行ってきます。小野田さんほか、私の動画の視聴者さん、全国から応援を来てくれるみたいです。なんと十数名の方。試合が終わりましたら、またね、皆さんで関わる時間を持とうと思いますんで、その時の思い出とともに次回の動画返信させてもらいます。はい、じゃあ行ってきます。